どうも皆さんおはようございます、ぶどうです。今日はね、いつもとちょっと違うね動画を撮ってみたくて、練習風景をね Vlog 風に撮ってみたいなと思って、いつも普段練習してるのをただ撮っても面白くないなと思って、今回はね埼玉県の方にめっちゃいいスタンウェイが置いてある、練習室がある、まあ音楽サロンがあるっていう情報を嗅ぎつけて急遽そこに引きに来ましたでもうね今着いて駐車場なんですけど、で今受付とかもしてもう一通り部屋見たんですけどね、めちゃめちゃいい部屋、めちゃめちゃいいピアノでした。もうねこれからね弾くのがね楽しみで仕方ないですよ。今日はねショパンのねバラードの2番今練習中なんで、その練習風景をみんなとシェアできたらいいなと思ってます。そんじゃあ今日もよろしくお願いします。ブランチパック買ってきたから、これでカーブを補給して練習頑張ります。ここはねなんかお茶室ティールームがついてて、ここで飲食していいんだって。ほらコーヒーとかまで置いてくれてるまさかのネスプレッソまで置いてある。ティーもこんだけ置いてあるわ。Thank you.
Thank you.
はい、ちょっと休憩。いやー、やばくないですか？どうなんだろう、マイクでみんなに伝わってんのかな？え、やばくない？このピアノめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいよ。めちゃめちゃいいですよ。もうね、めちゃめちゃいいですよ。いやー、めちゃめちゃいい。この部屋も多分防音になってなくて、ちゃんと自然に響いてくれるんですよ。で、天井の2階分ぐらい広いですね。2階分ぐらい広いから、ほらもう今声も響いてんだけど、伝わってるかな、うん、感動するほどいいピアノそしていい空間。ほんとこれが自宅ならいいのにってつくづく今思ってるんですけど、これは練習はかどる。今ね、バラード2番練習してて、2番終わったら今度4番やろうと思ってるんですよ。皆さん、バラード何番好きですか？バラードね、コンプリートしようと思ってて。まあ1番は、もう何回か YouTube で見てると思うんだけど、今2番。2番もね、近々、まあ完成っていうのはね、無理だけど、完成っていうのはまだまだしないけど、まあとりあえず、昨日になった段階で、ストリート、どっかでね、2番弾きたいなって思ってて、でその2番が、まあ弾けるようになったら、今度4番やろうと思って、で最後3番ってやろうと思ってるんですけど、最高ですね。じゃあ第2ラウンド行こうかな。Thank you.
いやー、4時間スタメン引いてきてね、さすがにちょっと疲れた。さすがに疲れたからね、近くにでっかいララポートあって、もうちょっと来てみてね、なんか食べようと思って。何がいいかな。いやもう結構マジでエネルギー使い果たした。集中力切れながら弾いてたから、もうねピアノ良すぎてこんなチャンスはないと思って、もうピアノ良すぎて集中力切れながらも体だけ動かしてたから、ちょっと本当に今エネルギー切れで、牛タンかロコモコを見つけたからね、どっちか入ろうと思います。いやー、甘かった。もうちょっとでもね、食いすぎた。食いすぎた最後のパンケーキがとどめで効きました。今日はもうあれだね、ジムでランニング決定。いやー、今日のピアノは良かったね。今日あのスタジオと出会えたのは本当にね良かった。なんかね、新しい感覚を手に入れた感じがしますね。ってことでね、もう体力使い果たしたんで、アドレナリンも全部使い切ったんで、ゆっくり帰って、ゆっくりお風呂入って寝ようと思います。それじゃあ皆さんも風邪をひかないように、ぜひねチャンネル登録してください。それじゃあまたね、バイバイ。